レイゴディはアメリカ合衆国のプロレスラー。本名テディ・レイゴディ・ジュニア。テネシー州チャタヌーガ出身。父親はテリーゴディであり、いとこにリチャード・スリンガーがいる。父、テリーゴディの遺言を受けたミサワ・ミツハルの計らいによって、2001年にプロレスリングノアに選手両住み込みの反所属扱いで参戦。しかし負傷による、欠場後はアメリカへ帰国し、 復帰後は、インディー団体に参戦した。2005年8月に WWE と契約し、2006年に、元参加の DSW にてレイ GG の、リングネームでデビュー。2007年5月、フェスタスとタッグチームを組み、ジェシーフェスタスとして、スマックダウンに登場。一度ギミック調整のためオベに送り返されるも、9月に、スマックダウンに再登場し、再びフェスタスと共に、 タック戦線で活動した。2009年の追加ドラフトにより、フェスタスが RAW に移籍したためタックは解散。その後目立った活動はなかったが6月頃からヒップホップキャラにギミックチェンジし、クライムタイムのコーナーワードアップに登場。8月7日のスマックダウンでは、スラムマスター J を名乗ってリングに上がり、チャーリーハースに勝利。しかし、その後、出番は、 ほとんどなく、2010年4月22日に、WWE を解雇された。解雇後は、そのまま引退し、警察官として働いている。2016年4月2日、ファビュラス、フリーバーズとして、WWE 伝道に迎えられた父の代理として、式典でスピーチをした。ありがとうございます。